急宗霊トンネルは台湾に来た市と議論県境にある全長二千百六十七メートルの単線非電化の鉄道トンネル。日本統治時代の九百二十四年十月九日に台湾総督府鉄道議論線上に開通し、当時は東南アジアで最長の鉄道トンネルだった。伏線電化に伴う新ルート開通後は急宗霊自転車道というサイクリングロードとして 再活用されている。旧総霊トンネルは台湾鉄路管理局東部幹線の福高駅と岩木駅の間に位置し、1921年12月に着工した。鹿島組によって南北同時に施行が始まり、1924年10月9日に竣工した。このトンネルは紀乱線の重要区間であり、台湾総督府交通局鉄道部は、 同年11月30日に全線開業式典を開催し、翌日12月1日に正式に断線非電化で営業運転を開始した。同日に三木行商停車場と沖停停車場も開業している。日本統治時代においてこのトンネルは台湾最長の鉄道トンネルだった。建設中はマラリアが流行しただけでなく、交通も不便であり、掘削期間中は 作業事故や、その他災害で死傷者が続出し、後期が長引いた。死亡者は11名、負傷者が366名を数え、ギラン地方の交通事情改善に伴う、少なからぬ代償となった。ギラン線が完工、開通時に、台湾日日新報の見出しが、血と魂の結晶であり、そこからは、尊い生命の形容とそれに対する哀悼の意が、読み取れる。 観光前に疾病で殉職した日本人技師で現場監督の吉嗣茂七郎を追悼すべくトンネルの観光時は工事関係者有志により北側入り口から約90メートルの線路際に小吉嗣も七郎君の日が混流された2016年には吉次の子孫が日本から現地を訪問している草令トンネルは開通後約50年にわたって 台北とギランを結ぶ重要な交通手段の役割を担ってきた。1979年、北巡線が開業するまでに大鉄はすでに、ギラン線を重貫線と、北巡線を連結する重要貫線とみなし、将来の輸送力法はも見据えて伏線化を急ぐことになった。大鉄は、台湾省政府にギラン線鉄路伏線化工程計画を提出し、 1979年12月に行政院の認可を得た。複線化事業は将来の電化を見据え、トンネル区間でも上方に電車線を付設させるための余裕空間を持たせることになった。草霊トンネルはこの電化大王の基準を満たす高さではなく、並行して新腐れトンネルを建設することになった。新腐れトンネルは1985年に観光開通し、 旧トンネルは鉄道トンネルとしての使命を終えて閉鎖された。廃止後22年間放置されてきたが、2007年に遊歩道として一般開放。翌2008年8月10日には旧走霊水道自転車道として再開通。2011年には全長2 0トルの旧走霊環状線自転車道として東北各自転車道の一部に組み込まれ、現在は 台湾本島を一周する自転車道、関島1号線の一部を構成し、サイクリングの名所となっている。なお、通行できるのは8時30分17時までの時間帯となっている。本トンネルはすべて赤レンガ作りで、入り口上部のパラペットには、石作りの装飾が施されている。全体の構造はシンプルで、壁な装飾はない開口部は五重の赤レンガによるアーチ。 その髪型には変額が施されている。北側には天国による総書帯で青天権と刻まれ、記号は当時の総督府鉄道部長だった新元鹿之助によるもの。南側は総督府の総務長官だった各佐賀太郎による記号白雲筆書がある。この大事は自転車道開通当時、交通部観光局が当時の文献を調査した解釈として、 国雲比書という説をしたが、あまりに達筆なため市民によって頭文字が国か白で論争が起きた。2011年当時の中華民国交通部部長だった毛字国による交渉で白説に決着した。トンネル断面は当時の伝統的な山形で観光時の排水を意図して中央部ほど高く、開口部へ緩い下り傾斜となっている。 シャドは1.52から10パーミルの間。また、トンネル内は南側出口の一部にカーブがある以外は大部分が直線で構成されている。ありがとうございます。